はい、こんにちは、ボケです。新女神転生4やっていきましょう。じゃあね、今回は、ワルターと一緒にリリスのところに行くか、ヨナタンと一緒にリリスを倒しに行くかというところから、ワルタールートでね、今回は行きたいので、寄宿舎に向かっていきたいと思います。ここにいるんだよね、ワルター。来てくれると思ったぜ。あ、いたいた。いました。ちょっと、話さないか。話すの？話すのか。子供の頃からの俺のモヤモヤした気持ち、うん、リリスがくれた知識と知恵のおかげで今なら言葉にできる。誰かのルールなんて所詮誰かのもの。そんなルールがてめえの人生を良くする。そう思うのが間違いなのよ。確かにリリスに協力したら世界はめちゃくちゃになるかもしれない。まあ結果的にね、インスサイドに協力しても東京なくなってしまったよな。まあ、なんなら主人公も死んでしまったわ。でもそうしないと世界は変えられないとこまで来てる。どうなるかな。俺は可能性があるならかけてみたい。かけてみたい。俺と一緒にリリスのところへ行かないか。ああ、行きましょう。行く。どうなるかな。あ、あなたはワルターと共に行くのね。アイザボーは寄宿舎に向かうところを見かけたものだから。イザボーは私は一緒に行けない。行けないんだ、やっぱり。まだ考えがまとまらないもの。じゃあニュートラルルートはイザボーかな。どうなるかな。どっちも選ばないもんね。達者でね。達者でね。いや、また戦うんじゃないの。イザボー行っちゃった。イザボーは去っていった。これで俺たち故郷をなくした者同士だな。マスター、ちょっと聞いて。何？マスターの選択を考えると、都合の悪いクエストがあるの。都合の悪いクエスト？いくつかのクエストを破棄している、すでに。黒き侍を殺せが破棄されました。ユリコを殺せが破棄されました。ああ、なるほど。ワルターと共に行くことになった。どうなるんだろう。じゃあね、ユリコことリリスのところに向かっていきますか。なんか新しいサイドチャレンジクエストあるかな。ここじゃなかった、間違えちゃった。新しいクエスト、やっぱり何かあるんじゃないかと思った。ああ、森での密約ね。ナバールか。ナバールの件ね。ちょっと今回は別にやらなくていいかな。結構ね、省略して進めていってるんで、まあ、特にね、経験値がそこまで欲しいというわけでもないので、いや、経験値は欲しいんだけど、目の前に巨大な寺院がある。築地に帰ってきました。我らが同胞の者よ。ユリコ様は全てお見通しである。全てお見通しである。先ほどネズミを一匹見つけた。うん？アシュラ界のチンピラだよ。ネズミ？巡回の途中ゆえ案内はできぬが、ユリコ様をお待たせするなよ。わかりました。屈強そうな男は去っていった。あそこにあるベンチの下、穴があるわ。地下へ続いているようだけど。結局そこから行くの？じゃあベンチに行きましょう。待て。何？なんで止めるの？そちらは封鎖中だ。不届きなネズミは生きて返さぬ。ユリコ様の元へ向かいたくば、正面から行くといい。ああ、ベンチじゃないんだ。正面から行きましょう、じゃあ。正面から行く？またワープゾーン行かなきゃいけないのか？ん？ガイア教団の男が立ち塞がった。来たな。我らが同胞の者よ。敬意はすでに心得ている。ユリコ様がお待ちかねである。ついてこい。ペペチとワルターは男の後をついていった。案内してくれるんだ。よかった。二本の柱がある間に案内された。一番奥かな？待っていたわ。やはりあなたたちは私が見込んだ人間だったよね。強い者が望むだけ変えられる世界、俺らはそれにかけてみることにした。知恵と知識を与えた甲斐があったわ。では共に市ヶ谷駐屯地へ向かいます。市ヶ谷駐屯地、葉山が持つ無限発電路ヤマトを奪い、ヤマトを操作して魔界のゲート、魔界のゲートを開く。魔界だと？
そうよ。悪魔が住む世界、魔界。悪魔が住む世界、魔界。魔界って本当にあったのかな。人間の本能の化身である悪魔をすべて、魔界からこの世界に解き放つのよ。すべての悪魔が解き放たれれば、もう支配者のルールなど通用しない。そんな世界で悪魔に屈することなく生き延びていけるもの、そんな強いものが望むだけ変えられる世界。どう？まさに私たちが理想とする世界でしょ。ああ、でもいざとなるとちょっと不安だな。不安。あなたたちはすでに悪魔と共存しているじゃない。悪魔召喚プログラムを使って。悪魔召喚プログラム、新しいクエストをリストに登録しておくね。駐屯地に行けっていう話。真の楽園へ連れて行ってあげる。受注。無限発電のヤマトで魔界のゲートを開く。人間が目指すべき楽園に、傲慢な支配者が定めた秩序など不要。市ヶ谷駐屯地にある無限発電のヤマトに向かいなさい。そして魔界のゲートを開くのよ。難しく考えることはないわ。とても簡単なこと。あなたの前で瞳を閉じた女性に口づけをするくらいにね。が素敵なことを言ってる。葉山は市ヶ谷駐屯地に必殺の霊的国防兵器を召喚しているはず。あったね。前回行った時は全部岩山になってたけど。私があなたたちの力になって、ついてきてくれるのかな。今度こそ人間が楽園を築くのよ。さあ行きましょう。誉れあるお侍さん。誉れあるお侍さんたち。ギャビーと同じこと言うんだね。人間が楽園を築く、悪くない。ヤマ・リリスが合体可能になった。合体制限解除。ユリコ様がお話を終えられたようだな。では戻ろう。ついてこい。男の後をついていった。入り口の近くに戻ってきた。駐屯地に行くんでしょう。そう、あのね、忘れてました。今まで甲賀三郎のね、コスプレをしていたんですけど、今度はね、アスモデウスの装備を買いました。ちょっとお試しでつけています。どうせだからね、他の姿になりたいなというところで。で、ちょっとね、ついでなんですけど、ちょっと銀座に来ているので、ここもね、以前、こなしていないサイドクエスト、チャレンジクエストがあったので、ちょっとそちらをね、やっていきたいなと思って、ちょっと寄り道していきましょうか。とりあえずこの人にまた5000円ね、払っていきましょう。いいだろう、通してやる。西側方面なら好きに振る舞ってくれていい。で、前にね、ここ西側来た時ね、気づかなかったんですよ。ちょっと録画外でね、片付けてしまっていたんですが、ここにね、待って、異物は取っていこうかな。お金は欲しいんだ、お金は。ここにね、下に降りる階段があったんですよね。で、ちょっとこの中ね、毒に侵されているんだけど、この先を進んでいくと、ゴールドカードがね、手に入れることができました。ちょっと奥まで進んでいきたいと思います。ちょっと時間かかるかな。誰かにこの、ザ・銀盤を売りつけられねえもんか。なんだよ、あんた。力の匂いがいまいちしねえな。弱っちいやつ匂いはね、さっさと失せな。この人じゃないんだよな。この人じゃない。どこだったっけな。どこかでね、ゴールドカードいただけるんですよね。ちょうどよかった。こいつか。そこでゴールドカードを手に入れたんだ。肩がぶつかったのに謝らなかった野郎が、たまたまカードを持ってたんだけどね。そんなことより、このゴールドカード、5000マッカで買ってくれない？買う。いや、気が変わった。毒の空間を通り抜けた手間賃込みで、1万マッカにしてくれる。1万マッカにしましょう。ゴールドカードを手に入れた。気前がいいんだね。言っておくけど、ゴールドカードは諦めたわけじゃないよ。君からの1万マッカを元手に、強い装備を揃えたら。また誰かからゴールドカードを奪えばいいんだから。じゃあね。ゴールドカード手に入れました。
まあ、童話はあってもね、これ1万円払わなきゃね、売ってくれなかったんですよね。じゃあね、ここにはもう用がないので、帰ろうか。ちょっとこれ帰るの大変だな。毒がね、すごいうざったい。結構宝箱とか落ちてるんで、拾いつつね、帰りましょう。で、またね、銀座の4丁目交差点に来ましたので、どこかに確かゴールドカードがね、欲しがってる人がいましたよね。あの人にゴールドカードを渡していきましょう。それはね、前回やってないんで、この人かな？何？この先に行きたいの？でもね、ここから先はゴールドカードがないと通せないわ。確かに、ゴールドカードを持つだけ、あなたにゴールドカードを持つだけの力はあるかしら。あら、ゴールドカード持ってるじゃない。どうして開けてもいいのだけれど。西側方面とこの先だけで満足？まだまだ自分はいけるって思うのなら。5万マッカ出せるかしら。プラチナカード入手のチャンスをあなたにあげるわ。それ、高えな、5万ゴールド。ゴールドじゃない、もう5万マッカ。払っておこうか。それはいいわ。なかなかの欲深さね。今から銀座のある場所にプラチナカードが入った宝箱を置くわね。見つけることができたらプラチナカードはあなたのものよ。これからは南側方面は顔パスでいいわ。あなたに見つけることができるかしら。え、何それ、どこにあるかわかんないの。じゃあちょっとプラチナカード探さなきゃいけない。こっちにあるのかな。中央通り南側ね。こっち側はね、初めて来るんですよね。まあ、異物がある感じかな。異物がたくさんある。あ、でもやっぱりすぐね、行き止まりになってるんですね。はしごがあるよ。はしごがあります。プラチナカードこの辺にありそうだよね。どうでしょうか。あった、プラチナカード見っけ。よかった。プラチナカード何かに使うのかな。ここにもはしごがあるよ。プラチナカードを手に入れたことによって何ができるのかな。ジャケラポッター待てないんですよね。残念ながらね。まあそんなところかな。まあ今回はね、2周目だからあんまりね、地図もしっかり埋めたりしないで、もうガンガン進めてきてるっていう感じですね。じゃあちょっと戻ろう、交差点に。南側が行けるようになったんで、次はどこかな。東側も行けるかな。なんだ、この先に行きたいのか。ここから先はプラチナカードがあれば通れるぞ。持ってる持ってる。ああ、プラチナカードではないか。これは失礼した。いいだろう、通してやる。これで東側方面を大手を振って歩けるな。ところで、北側方面に興味はないか。銀座で未踏な地は北側方面だけのはず。己に力があると自負するならば、叱る方の依頼に挑んでみてはどうだ。叱る方の依頼？誰の依頼？何か依頼されるんでしょうか。まあいいや、とりあえずじゃあね、東側、晴海通り東側やってきました。この辺もやっぱり異物がある感じ。ルイ・ウィートンルイ・ウィートンギリギリだよな。チャネル、ルイ・ウィートンチャネル。そんなところ？ブルガリとかはないの？そんなところかな？ あそこにもあった。ここは？アッポルストア。アッポルストア。銀座のアッポルストアね。じゃあ北側行けるのかな？お金がね、必要なんじゃない？結構お金かかってるよ。依頼を受けるっていう話でしたよね、今。なんだ？この先に興味があるのか？この先は、この銀座での最高峰の場所。力を極めた者が集う現代のサロン。ブラックカードを持たぬ者は行きたいと願うことすら無礼だ。ブラックカードが必要？ブラックカードって何？どうやって手に入れるんだ？あれ、あのね、前回のルートでは、なんとかの名店みたいなクエストがあったんだけど、あれ今時点ではね、そのクエストがないんだよな。まあ、あれは関係ないか。大いなる名店みたいなね、クエスト、サイドチャレンジクエストがあったと思うんだけど、ないですね。え、ブラックカードってどうしたらいいんでしょうか。ブラックカード、さっきの地下のところに行けばいいのかな、もう一回。もう一回あそこに行ってみようか、じゃあ。ちょっとそこの旦那、
旦那の力の匂いに誘われて、ついつい声かけちまったんでさ。掘り出し物があるんですけどね。銀座中を掘りまくって、かき集めた銀を溶かして、型に流して銀盤にしたんですわ。見た目は悪いが純銀製のオリジナル銀盤。名付けてザ・銀盤でさ。旦那の力を見込んで言いますぜ。こいつ、10万マッカーでどうです。金持ってねえよ。買えない。なんだよ、気持たせやがって。俺みたいのが言うのもなんだけど、聞き上手が過ぎると詐欺師の鎌だぜ。うわ、お金が足りない。何銀盤ってしかも。ブラックカードじゃないんだ。ザ・銀盤。ちょっと10万貯まったら買ってみようかな。どういう効果があるのかわかんないけどね。せっかく2周目なんで、やっていきたいというところ。じゃあね、どうしようかな。ちょっとダメだったな。じゃあね、もう今回はこの辺で終わりにして、まあ、続きはね、また次回やっていきたいと思います。ちょっと次回はね、シナリオ、ストーリーをね、進めていきたいなと思いますので、うん。なんだっけ、市ヶ谷駐屯地、そちらの方にね、向かっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。新しいチャレンジクエストがあって、うん、先ほどの金盤を手に入れて納品したらブラックカードと交換できるようですね。まあそのうちやっていきましょうか。全くね、お金が足りないので。まあ別途ね、録画会でお金は貯めたいと思います。